現代の歌舞伎界を背負って立つと言っても言い過ぎではありません。片岡孝雄さん、坂東玉三郎さん、今東京歌舞伎座で大変あでやかなお芝居を見せております。まあ、孝雄さんは2月にシェイクスピアのハムレットを主演されましたし、はい、それから玉三郎さんの方ですけれども、5月にニューヨークで、うん、メトロポリタンオペラハウスの100周年記念公演に出演されて、まあ、話題が多いお二人なんですけれども、その名コンビ復活ということですが。そうなんです、はい、その共演してますのは今月の夜の部なんですけれども、うん、おその六差三世奏錦文章というお芝居で、はい、これはどういう話かと言いますと、恋人同士が手を取り合って、うん、夢の中で地獄を巡り歩いて、例えば閻魔大王の裁きを見たりとか、うん、あの世でやっている芝居の批評を聞いたりという大変シャレっ気にあふれるお芝居なんですね、うんうん、はい、相変わらずの綺麗な舞台姿でした。そして玉三郎さんですけれども、先月ニューヨークのメトロポリタンオペラハウスで、うん、イヴ・モンタンですとか、それからジョン・デンバーといった世界の一流アーティストとともに招待をされまして、詐欺娘を踊ってらしたんですけれども、これがまた大変好評だったんですね。そのお土産話も交えて伺ってまいりました。どうも本当にお疲れ様でございました。そして玉三郎さん、お帰りなさいっていう感じですけれども、高尾さんもニューヨークのお土産話をお聞きになりました？いえ、まだなんですよ。ああ、そうですか。大変好評だったということでニュースは伝わってきましたけれども、ずいぶんいろいろ感激する場面にお会いになりましたでしょう？そうですね、マンゴフォンテーンとか向こうのプリマドンナの素晴らしい方たちが引退してらっしゃる方たちもね、はい、出てらして素晴らしくこう綺麗に年取ってらっしゃるんですよね。そんな方の夢にかかって、自分もこんななりたいなと思いました。まあ歌舞伎界を代表してみたいなと部分ってあると思うんですけれどもこれで何かこうご自分の中で大発見をしたとかっていうことはございました？そうですね、やっぱりどこの国でも素晴らしいものは素晴らしいっていうことがよく分かりましたし、またこれからもまだまだ勉強しなければならないってなおなお思いました。まあ、もちろん今外国の方でも歌舞伎をご存知の方多いですけれども、まだ知らない方もいらっしゃるわけですよね。そうですね、まだ向こう行っての公演してみますとご存知ない方も随分いますね。日本へ来る方はやっぱり興味があって来られますけどね。そうすると取材陣からの質問でも、あ、ちょっと面白いななんていう質問ありました？そうですね、アメリカでは特に女形っていうものの伝統がありませんからね、はい、それが非常にこう疑問のようです。じゃあやっぱりどうして女性のメイクアップをするのかなんていう質問がありました。そうですね、ヨーロッパとかね東南アジアとかそういうところでは昔から古代からありますけどね、アメリカでは特にありませんから、それにはどういうふうにお答えになったんですか？いわゆる演技として作品としてっていうふうに答えました。それで皆さん納得なさいました？でもね、これはまあ伝統があってもなくても芝居をするとか女形があるとか、そういうことは理屈では結局わからないことですからね。だからいくらお話ししてもまあ、最終的に結論が出る問題ではないと思います。で特に今回は5年ぶりに演舞場でおやりになったおその六差をまたお二人でなさるということで、はいはい、高尾さんもかなり乗りに乗ってらっしゃるとかやってますけど。そうですね、やっぱり、まあ、再演ですから、はい、やっぱり前の芝居にまた工夫を加えてね、やってるんですけどね、お好きな作品だという理由はどの辺にあるんでしょう？うん、そうですね、まず型が凝らないでしょ、まあ、いろいろ好きなのもありますけども、その中でまあこれは一つ異色といえば異色ですし、はい、まあ、非常に、まあ、理屈抜きで楽しめる芝居ということでね、シャレっぽい。そうですね、江戸時代のまあ遊びの芝居ですからね、
ご覧になって高尾さんの好きな部分っていうのはどの辺でしょう。そうですね、昔は結構喧嘩をしたり言いたいことを言ったりしたんですけれど、はい、まあ2人ともっていうとなんですけど少し大人になりましてその欠点も一緒にこう受け入れられるっていうところが出てくるような気がしました。うん、高尾さんはいかがでしょう。そうですね、やっぱり彼との場合打ち合わせなしでできる面が随分あるってことですね。それがありがたいですね。まあ、日本伝統の歌舞伎もやっぱり外国の方にもこういう美しさってのはすぐ分かるんですよね。ご覧になっていかがですか。もうTT コンビなんて皆さんおっしゃいますけれども、このコンビももうやっとこう定着してきたっていう感じがするんですね。でお二人ともまだまだやりたいことたくさんあるし、例えば高尾さんはミュージカルもやってみたいなんてことをおっしゃってました。歌って踊れたらさぞ素敵だろうななんておっしゃってました。ですからこういろんなことをチャレンジして、またそれを歌舞伎の舞台に持って帰っておようというお気持ちが